鈴木が生産、販売していた軽自動車企画のオープンカー型スポーツカーである。1991年11月発売。軽自動車の枠でフロントエンジンリアドライブを採用した軽スポーツカーである。1989年の東京モーターショーに参考出品し、当時の鈴木治社長が発売すると表明していた。 アルトワークス用に開発された F6A 型 DOHC3 気筒12バルブターボを縦置きし、軽自動車の自主規制地名一杯ぱいの 64PS を発生する。モデル後期には同じく同時期のアルトワークス用に開発されたオールアルミ製 K6A 型 DOHC3 気筒12バルブターボエンジンとなった。ロングノーズ、ショートデッキのスポーツカースタイルを採用し、 ルーフは3ピース構成で取り外せばトランクに収納できるためフルオープン、タルガトップ、T トップの3つの形態を選択できる。ドアのアウターハンドルはセルボモードと共通のものが使われていた。同時期に市販されていた軽自動車のスポーツカーの中で唯一の FR レイアウトでフロントアクスルより後部にエンジンの重心を位置させるフロントミッドシップを目指し、 フロント51タイリア49という重量配分を実現している。またエンジン縦置きで生まれた左右スペースを活かし、軽自動車発の4輪、ダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用していた。車体剛性の確保には、プロペラシャフトを通すセンタートンネルと大きな断面積を持つサイドシルを利用しており、車内容積については、 世界一居住空間の狭い車と表現した自動車雑誌もあった。ボディやルーフの各所にはアルミニウムを使用し、純正装着品としては、日本最軽量となる14ミンアルミホイールも用意、されるなどの軽量化も行われている。ブレーキは四輪ディスクで、フロントにはベンチレーテッドタイプを採用し、オプションで ABS やトルセニエタイプ LSD も装備が可能だった。 1995年5月には、マイナーチェンジを受け、オールアルミニウム化された K6A 型エンジンと16ビット化された駅を搭載、最大トルクが 10.5kg フォース M3500rpm になった。またエンジンのオールアルミ化やホイールの軽量化などによって前期モデルより 10kg の軽量化を遂げ、車両を車重 690kg となった。 当初は5速 MT のみの設定だったが、この時のマイナーチェンジにより3速 AT も選択できるようになっている。また、細かな点として、ホイールスポーク数が前期型は7本に対し、後期型は6本となっている。初期モデルは英国でも発売され、英国輸出に向け、ウィンカーやリアフォグなど英国の法律に適した変更はされたものの、 時速 140km リミッターはそのままで輸出された。ドイツでも販売され、ドイツは右側走行だが運転席配置は変更されていない。1998年1月に生産終了後、同年10月、バブル崩壊に伴うスペシャルティカー市場の低迷と軽自動車の規格変更による車種再編に伴い、セルボモードと共に、 車種整理の対象となり、販売終了。生産、販売期間が7年間、総生産台数は26,583台であった。2021年現在国内残存車両は約3,000台と言われている。超小型、軽量であるためチューニングのベースとなることが多く、エンジンが縦置きであるため同時期のジムニーのエンジン一式及び、 トランスミッションが流用可能である。そのため現在でも中古市場では高値で取引されている。一部ではドリフトのベースとなることもあるが特有の短いホイールベースから他の FR 車と比べて高度なテクニックが必要とされた。ボディカラーは赤シルバーグリーン 11R の限定車リミテッドの紺色と黒が存在した。中古市場で見かける白などは 後で、全塗装されたものであり、純正色ではない。最大の欠点は、フロントエンジンリアドライブであるがゆえにセンタートンネルがあり、室内の有効幅が狭かったこと。肩幅の広い男性ドライバーは、右肩がドアの内張りに押し付けられる、窮屈な状態での運転を強いられることが多かった。コーヒーのカプチーノが由来である。 小さなカップに入ったちょっと癖のあるオシャレな飲み物というイメージを小さなオープンカーに重ねての命名である。また、同時期に販売されていた K スポーツカー、マツダの AG-1、ホンダの B とカプチーノの頭文字は ABC となることから当時は平成 ABC トリオと称されていた。AB 画像の個体はエンブレム等は外されている。当時、 発生3分で純正オプションの CD チェンジャーをトランクに取り付けるとトランクフードが閉まらない事案が多発した。原因は取り付け、ステーの再寸ミスでチェンジャー本体にトランクアームが当たっており、すぐに対策品が出た。商用車及び RR 以外の後輪駆動のモデルとしては、マツダオートザム AG-1 及びホンダビートもあるが、それらはいずれも MR ハット。 鈴木カプチーノ1991年式モデルの価格、カタログ情報、自動車カタログ。2021年10月30日閲覧。https www.airi.or.jp スラッシュパブリッシュスラッシュスタティスティックススラッシュインデックス html 鈴木四輪車社名の由来鈴木、公式サイト。 ありがとうございます。